はい、どうも、ナバールです。前回はね、ディーバ、ナサーティアの玉座というゲームをご紹介いたしました。まあ、ちょっと特殊なゲームでね、ちょっと理解するのにちょっと、時間かかるかもしれませんが、はい、よかったら、まあ、こちらも動画で見てください。で、本当はね、12月6日に発売されました、ホッターマンの地底探検というゲームがあるんですが、こちらちょっと情報が全くございませんので、ここを走らさせていただきます。はい。で、本日紹介するゲームですが、はい、もうこちらも名作でございます。12月10日に発売されました。プロ野球ファミリースタジアムでございます。はい、通称ファミスタですよね。はい。まあ、このゲームをご紹介いたします。まあ、こちら86年12月10日にナムコね、から、発売されたファミコン用野球ゲームソフトでございます。まあ、野球ゲームはファミコンで言うたら2作目に当たるんですかね。まあ、こっからですよ。こっから野球ゲームがだんだん確立されていきます。で、当時ナムコがね、家庭用ゲーム機において展開していたブランドナムコットを冠して発売したファミコン用ソフトとしては第21作目に当たります。で、略称はファミリースタジアム。まあ、ファミスタね。まあ、このファミスタってね、イントネーションがね、人によって違うから、そこ、ファミスタやとか、ファミスタとかね、私みたいにファミ、私はファミスタ派ですが、これをね、ね、子供ながら競った記憶は今でもございます。はい。で、なおね、本作以前にもナムコはね、エレメカの野球ゲームを発売していましたが、ビデオゲーム形式としては初の作品でした。で、同時期にはね、アーケードゲームとして、任天堂 VS システム基盤に移植されまして、1987年にはね、北アメリカにもアタリゲームズからメジャーリーグベースボール公認のデータに差し替えたアタリ RBI で、ベースボールをね、稼働を開始いたしました。で、1988年には RBI ベースボールのタイトルでね、ファミコンの現地版にあたる任天堂エンターテインメントシステム用ソフトも発売されています。はい。で、ファミコン版はね、ゲーム誌ファミコン通信のクロスレビューにてプラチナ殿堂入りを獲得いたしました。このプラチナ殿堂入りってもう本当に名作しか揃わない殿堂でございます。はい。まあ、評価にもここ S 攻撃影響しますんで、最後ら辺にね、また話していきます。このね、ファミスタの概要ですが、最初のね、ファミスタ登場以前ね、ファミコンにおける野球ゲームはね、任天堂のベースボールね、こちらも以前ご紹介いたしましたが、これが唯一のものとして存在 していました。まあ、それは当時としてはね、決して出来が悪いものではなかったんですがね、ロムカセット容量の制約からゲームシステムをね、コンパクトにまとめる必要があったためね、野球ファンを筆頭としたファミコンユーザーからは、より内容を充実させ、ベースボールの不満点ね、まあ、この不満点っていうのはね、まあ当時やったら仕方ないんですが、選手、チームの個性がないこと、で守備が自動守備のみであるがために、守備時にね、野手をプレイヤーがね、操作できないこと、で、デッドボールやフォークボールがないことをね、ここを解消しました。はい。で、もっと面白い野球ゲームをプレイしたいというね、欲求が高まっていました。このようなね、状況下でリリースされたファミスタはね、まあ、前年に発売されましたスーパーマリオブラザーですね。これが社会現象とも言えるブームになったことで、ね、老若男女問わずね、広範囲にわたる層にユーザーが拡大していたファミコンゲーム市場において大いに歓迎されることになったということなんですよね。で、まあ、ここに目をつけたんですよ、ナムコはね。だ、それがまあファミスタっていうことなんですがね。で、最もね、ファミスタの成功はそれだけが原因ではなくてね、選手ごとにね、名前と能力の構成がありまして、プレイヤーの感情移入を強化させた点やね、基本的に、操作系統こそベースボールを継承しつつ、野手の守備操作を可能とした点を、はじめ、ベースボールでの不満点をね、ことごとく解消した完成度のね、高い作品であったことや、ファミコン発売当時よりロムカセット、カートリッジの大容量化で低価格化やね、プログラミング技術の向上により高度なゲームはね、制作できる環境づくりが整備された、事情もまあ大きいということなんですよね。で、1987年以降、続編がね、発売されましたが、ファミスタシリーズを形成しました。で、また野球以外にもね、ファミリージョッキーね、ここも、これ、この作品も有名ですよね。まあ、こちら87年ですが、はじめとしたファミリーカムリをね、した、ゲームソフトが、まあ、ことぐ、ナムコから発売されています。で、それを表してね、ファミリーシリーズと呼ぶ場合も、まあ、あるらしいんですが、まあ、ファミスタはファミスタシリーズで全然いいんですよ。はい。まあ、このね、ゲーム内容ですが、まあ、システムね、まあ、以前、まあ、ベースボール、
なんですが、まあチームとかもね含めてね、もう本当にねシンプル、もうシンプルだけがのだけの内容だったんですが、このゲームから投げる、打つ、走る、守るという動作をすべてコントローラーで操作することがね、こっから始まりました。で、十字ボタンで選手の移動、塁指定、で、球種やね、交代選手の選択で、A ボタンでバッティング、ピッチング、送球、帰塁、B ボタンで走塁、タッチプレイで、牽制球のモード切り替え。で、スタートボタンでゲームのスタートで、タイムの宣告で、セレクトボタンでプレイモードの選択をそれぞれ行うことがね、このゲームからやっと始まりました。はい。もう、今はもうね、当たり前のようにこれをやっていますが、当時はこれができるってすごい画期的だったんですよ。はい。で、これがやったのはナムコさんからということでございます。まあ、ゲームモードはありますが、まあ、こちらね、YouTube の概要欄に載せておきます。そしてチーム名もね、こちらも一緒に載せておきます。でね、このゲーム、隠しメッセージ。まあ、このファミスシリーズで結構ね、隠しメッセージって結構あるんですよ。スーパーファミコンでもありました。で、そのね、第1回目ということでございますが、1P モードでね、N チームを選び、パスワード1198と入力するとね、同じ N チームとの対戦となります。で、ここからリセットせずに最後の対 G チーム戦まで勝ち続け、ナムコットスポーツの優勝記事で、スタートボタンを押してタイトル画面に戻り、しばらく待つと開発者クレジットを兼ねた隠しメッセージが表示されるということでございます。まあ、隠しメッセージということなんでね、ゲームのね、内容に関しては、別に強くなったりとかするわけではないのでね、はい、興味がある方は見てくださいというものでございます。はい。まあね、移植っていうのはまあないんですがね、まあここまでのね、名作になりますと、いっぱいね、配信とかされてもおかしくはないと思うんですがね、このゲームに関してはやっぱり配信やっぱりされてないんですよ。これ以降のシリーズですよね、はい。まあ、よかったらね、あんまり変わらないんで、よかったらやってみてください。はい。そして、最後に評価ですよ。まあ、この評価ね、ちょっと個人的に一番楽しみなんですが、ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは、9899の合計35点、40点満点中ね、で、プラチナ殿堂入りを獲得しています。もう40点満点中35点ってめちゃくちゃ高いですからね。で、ゲーム誌、ファミコンマガジンの読者投票のゲーム通信簿で評価はね、30点満点中 29.37 でございます。ドラクエと匹敵する点数でございますよね。はい。まあ当然ですよね。ファミスタなんてもう知らない人おらないぐらいですからね。で、同雑誌のね、91年5月10日号特別付録のファンコンロボカセットオールカタログでは野球ゲームブームの日付役となった本格野球ゲームと本作を位置づけておりまして、野球、選手一人一人能力が、これでかいですよね。一人一人の能力が設定されていることやね、シンプルで奥が深いこと。で、他のソフトと比較して、安価でありまして、コストパフォーマンスが高いことなどを高く評価した上でね、どれをとっても一級品と絶賛いたしました。で、一方でね、まあ、これはもう、ここまで指摘したら、もう当時のクオリティではどうしようもないと思うんですがね、ピッチャーが少ないなどの問題もね、あったと指摘しています。で、その他ね、同付録の、巻末に、収録されています、ロムカセット部門別ベスト5ではね、お買い得度2位を獲得しています。はい。まあ、ゲーム誌ね、コンティニューであって、選手のね、特徴の極端な再現プリが気持ちいいと、キャラクター造形に関して肯定的に評価したほかね、動く野球年間として機能した傑作とデータベースとしての側面を持っていることを高く評価しています。まあ、ただ、ピッチャーが少ないというだけで、多分ね、ここまでの 25.37 ですよね。この点数なんですが、ここをね、解消されていたら多分、ファミコン史上ね、最高の傑作だと私は思っています。まあ、私もやっていますが、まあ、どっちかというとスーパーファミコン世代なんでね。まあ、もちろんやったことありますよ、ファミコン。まず、もうあんまり変わらないんですよ。はい、もうそのまま継承して進化していった形なんでね。まあ、これ、よかったらね、
これも動画以外でもできたらいいんですが、できないんでね、もう移植がないんで、はい、もう要はもう動画で見てくださいということですので、本日の紹介は以上になります。私ナワールと申します。伝えていますので、よかったらフォローの方よろしくお願いいたします。で、この動画興味持ってくれた方いたら、高評価ボタンも低評価でもいいです。はい、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということですので、本日はこれにて終了いたします。ありがとうございました。バイバイ。